じゃあこんにちは、はい、さあ豊さん、また一つ寂しいニュースが入ってきましたね、はい、今シーズン限りで巨人の梶谷選手がユニフォームを脱ぐという話題が入ってきました。引退記者会見もしました。まあ、ね、はい、まあ会見前に、うんうん、数日前に電話がかかってきて、はい、梶谷って出た瞬間に引退かなとか思ったんだけど、はい、やっぱそうで、はい、でもね、話をしてたら本当に晴れやかな、はい、もうそんな感じで話ができたというか、うん、ちょっとメソメソするのかなとか、うん、まあいろいろあったけども、いやもう豊さん限界ですみたいな、本当にお世話になりましたみたいなね、はい、電話いただいたけど、なんかこう話をしてて、うん、本当未練もそういうこともあんまり感じなかったから、うん、はい、ああ自分の中でね、うん、まあ納得する、うん、で、まあ人を惜しい、まだできるんじゃないかっていうことを言われるうちに引退した方が、火種があった方が次へ向かう時のパワーになるんだよね。だからまあまあいい決断だったかなっていうふうに俺は思ったけど、まあお疲れさんだよな。そうですね、DeNA 前身の横浜を含むその DeNA で14年間プレーをして、2020年のオフに FA で巨人に来て4年ということで18年間のプロ生活だったんですけれども ね、まあ、彼のね出会いは、2012年かな、 DeNA にヘッドとして帰った時に、うん、はい、まあ、こういう選手がいると、うん、やっぱり色眼鏡で見られてるんだよね、うん、割と性格が、はい、なんていうのかな、こう真っ直ぐなやつで、自分が納得しないと、うん、手こでも動かないようなやつだったんだよ、はい、だから面白いなと思って、でも素材はすごく素晴らしいし、うん、調理をしたいなはい、ことを思って監督に言ったら、うん、じゃあ豊お前任すぞって言われて、まあこうね、いろんなことを教えながらというか、うん、もう二人三脚みたいな感じになったよね、うんうん、まあ、監督も含めてだけど、はい、いやそれで、まあ、遠征先行っても家事、はい、行くぞ練習にっていうような感じの、うん、もう仲になって、はい、でそれからやっぱこう結果がね生まれるようになってっていうか、うん、まあお互いこう田舎もんで近県だったっていうことがそうなんですね、そうそうそう、島根と山口だから、あでまあ共通点もいっぱいあったし、はい、まあその中からなんかちょっと心開いてくれたというか、うん、まあそういうところもあったしね、うん、でなんかそうやって信頼関係ができてくると暗示にかかるというか、はい、今日も絶対打てるぞとかさ、うん、はい、いいか背中伸ばせみたいな、うんうん、こうやってやって、そして引っ張りに行け、そしてホームラン打ってくるからホームラン打って帰ってきたりとかね、はい、なんか、まあ、そのぐらいこう信頼関係っていうか信用してくれてというか、うん、で背番号3番をつけたこともあって、うん、まあ、その時も豊さんの3番をつけたいと、うん、まあ、言ってくれたりとかね、へ、まあ可愛い後輩というかね、うん、でまあ FA でジャイアンツ、うん、DeNA、うん、まあ、これ残る時にも相談受けたし、はい、どんなだったいやいや、まあなんていうの、自分の勉強のために、うん、まあ、DeNA でやってると甘えしかないと、はい、でやっぱある程度の年になってくると、うん、まあ、横柄でしかないと、うん、自分がね後輩に対してもそうだけど、でもう一度やっぱり野球を見つめ直したいと、うん、で勉強もしたいと、でやっぱ坂本勇人、はい、まあ、このやっぱ存在もでかかったな、同級生、まあ、同級生だね、うん、でまあ一緒に野球をやってみたいと、まあ、そういうことから、まあ、移籍をこう決めていったんだけどもさ、うん、まあ、それはもう自分の人生だから、はい、頑張りなさいと、うん、いうようなことだったよね、うん、ただやっぱり巨人に行ってから怪我に悩まされたというか、まあ、ずっとだよ、はい、ずっと怪我に悩まされてて、うん、まあ、DeNA の時も、はい、規定打席に達したことはあるけども、うん、でも何か感覚でやっぱちょっと怪我が多かったな、怪我がちではあったんですね、まあ、無理するところがあるんだ、うん、でここで無理してもお前何にもならないよって、うんうん、これなんで飛び込んだのみたいな、はい、本当に腰痛めてるんでしょみたいな、あ膝痛めてるんでしょみたいな、うん、まあ、そういうところもあったし、だからまあ無我夢中でやるが上に怪我したこともあるしね、はい、もともとやっぱこう怪我がちだったっていうことはあるよね、そうだったんですね、うん、やっぱり巨人に来て外野の守備で飛び込んでいってやってしまってっていう、はい、まあ、そうだな、うん、戻ってくるんだけれどもまたやっぱり全力プレーしてしまうのでまた怪我してしまってっていう、で今年の頭もそうでしたよね、まあまあそうだな、うん、
まあ、最終的には変な打ち方になっちゃってな。ああ、なんか引いちゃった。そんな違いますよね。違う違う。やっぱね、もっと能力が出せるような打ち方あんのに、構えとか。なんで女になっちゃったの。独特、独特。いや、だから俺はもうコーチでもないし、はい、どうですかって聞いてくるんだけど、うん、いや、なんか否定もできないしさ、うん、一生懸命やってることに対して。はい、いや、だから、まあ、そのままでいいんじゃないって結果が出てたからって、うん、ほっといたんだけどさ、はい、いやだけどなんか変な打ち方、もうちょっと柔軟性があるような打ち方できんかなみたいな、うん、まあ、そういうところがあるんだよ彼は。なんかちょっと不器用さというか、なんか何ですか。まあそうだな、まあ、不器用さっていう言葉が一番的確なのか分からんけどな、うん、でも不器用さの人間って一つの形を覚えたら、はい、それしかできないっていうことを考えると、うん、そこに頼るし、はい、そこが性格なんだよ、うん、一箇所っていうのは、うん、だからやっぱツボは持ってた選手だよね。そうですよね。しっかり梶谷選手のやっぱりバッティングっていうと、いかがさ、こういうバッティングだよねっていうの。いや、だから当時はね、うん、あの下から煽るっていう打ち方っていうのは評価されてなかったんだよ、はい、みんな上から打て打てって、うん、でも俺梶谷を見た時に、あ、これはパンチ力が出るなって、この打ち方はって思ったから、うん、まあ、そのままでいいと、はい、でね、あれいつだったかな、俺ヘッドコーチや、あ、もう退団して、うん、DeNA を退団してまだ DeNA にいた時だよね、はい、彼が、うん、東京ドームで忘れもしないけど行った時に、はい、いや調子が悪いと、うん、でその時のバッティングコーチちょっとごめん忘れたんだけど、はい、だからね、ちょっと見てやってくださいよと、うん、あ、分かったとか言って見たら体の開きが早いんだよ、だからこうした方がいいなと思って、うん、ティーをちょっと変えたんだよ、はい、でこれで打ってみて、うん、そしたらその試合ホームラン打った。いや、だからすごく嬉しかったけどね、うんうん、だからなんかこう手に取るように分かったというかさ、もうそれはその前の信頼関係がやっぱり築けてて何でも分かってたから、まあまあそうかも分からないし、うん、まあ、彼もね信じてくれたというか、うん、まあ、信じる力があったのかなっていうような気もするしね、うん、だからまあそうなってくるとコーチと選手のこう信頼関係っていうのは大事だよね。そうですよね、うん、この引退に関してはやっぱり膝の状態が思わしくなくて、もううまくいかないというのが続いていたので、もうこれ以上はという気持ちになった、これがやっぱり引退を決断した理由だったということで、まあそうだね、はい、阿部監督に伝えた際には限界か梶と言葉をかけられさせていただいて愛情を感じましたとやり取りを明かしたそうなんです。彼はね結構体質的にもちょっとおかしくて、野球選手って休めば太るんだよ、はい、まあそうですよ、ね、動かないから家事はね、痩せていくんだよ。へぇ、だから食が細くなるというか、動かない、動かないと逆に、いやだから電話で話した時は、うん、まあちょっと体重も戻ってこないしって、羨ましい体重してるそうです、ほら、なん水飲んでも太ってんのにさ動かないと余計もう、もう余計ブクブクなってんだよ逆に、いや本当だよな、羨ましいよその体質。そうなんですね。そうそうそう。そっか、そういうのも。いやだからまあ体重も戻らないしね。うん、でそうなるとパワーが落ちていくというね。うん、まあ自分でもこう分かってるし。うん、でもまあなんか奥さんにはすごく感謝してたみたいな。あ、そうなんですね。まあ奥さんとも会ったことあるし、食事したこともあるけども、うん、まあいい奥さんでね、うん。まあ本当に背中を押すというかさ。はい、まあそういうタイプだよね。うん、なんかね全部を容認しないというか、はい、まあ、例えば弱気だったら、うん、そうだねかわいそうねって言うじゃん、うん、何弱気になってんのよみたいな、あ、そんな感じで本当にね尻叩いてくれるような、そうそうそう、いやだからすごくいい奥さんだなっていう、うん、俺は思ってたんだよね、うん、だからなんかこう傷の舐め合いなんかしないみたいな、うんうんうん、ね、てめえの傷はてめえで治せみたいな、まあそこまで厳しくはないけど、はい、いやだけど本当に背中を押してくれるような奥さんでね、はい、うん、だから非常に、まあ、いい人と結婚したんだなっていうふうには思うし、うん、あと梶谷選手のプレーといえばやっぱ今シーズンだと、まあ、序盤でスタメンで出てきて、あわや抜けるかなっていうのを大ファインプレーで飛び込んでいって、うん、あれ誰だもんホームランって、ホームランスリーランなんだ、そうですそうです、それがやっぱり鮮明に覚えていて、いいファンだな、うん、6試合しか出てないんだでも先発で、でも不思議と6試合しか出てなくてもそれだけのインパクトを残せる選手ってやっぱ数少ないと思うんですよね。そうだな、うん、であのお立ち台にも立って、いや今年は梶谷選手がなんかこう復活の年になるのかななんて思わせてくれた、新之助は後輩だしさ、はい、阿部監督はね、うん、だからまあ阿部監督の力になれればいいなとは思ってたけどね、うん、まあまあ
その試合ぐらいしか本当にな力になれなかったけども、でね、すっごい人気のあった選手なんだよ、他球団から。あ、他球団から。もうね、トレードって言ったら梶谷の名前が出てきて。そうなんですか。いや、もう梶谷はどうしてるんですかみたいな。いや、怪我してると、はい、あ、そしたらダメかみたいな。そんなに。もう本当にね、梶谷の名前はね本当に上がってた。そうなんですね。もう他球団が本当に欲しい選手。いや、まあそのぐらいやっぱりこう素晴らしい素質をな秘めてた選手だし、はい、いやだけど怪我がなかったらな、本当になどのぐらいの数字になったかわからないけども、うん、まあ、しょうがないな、これはな。そうですよね、うん、この後どうされるんでしょう。この後はね、はい、野球界からはちょっと離れると言ってたの。あ、そうなんですね。いや、そう言ってもう何が時決めになってた。いや、まだそう決めてないけど、はい、まあ、とりあえず野球とちょっとリセットしたいところがあると。はい、うんうん、いや、だから、まあ、別のことを考えてね、うん、ちょっとやっていこうかなっていうふうには思ってますと、うん、でもまたいつかは戻ってこないんだよ。コーチとかで、うん、ね、引っ張りだこだと思うんですけれどね。だこではないと思う。本当ですか。引っ張りぐらいですか。引っ張りぐらいだと思う。いや、でも今、ね、現役引退される方ってすぐコーチにっていう、ね、方が多い中、まあね、うん、あのちょっとっだけどその時はまだこう本人が決めて、うんうんうん、関係者にこう挨拶をしただけだから、まあ、球団からこうお話をいただいたっていうのはなかったと思うんだけど、うんうん、まあ、記事によると、はい、なんかいい話をいただいたけども、うんうん、それはお断りをした。うん、だから、まあ、やりたいことは何かあるんじゃないの。そうでしょうね、一回離れたいとか、まあ、でもね、違う世界を見るっていうのもすごく大事なこと、うん、それからでもね、コーチっていうのは遅くないし、はい、むしろ見といてほしいな。うーん、野球界以外のところを、はい、ね、厳しい世界だと思うよ、うん、野球より外に出たら厳しいかもわからないよね、はい、今までは、まあ、DeNA、ジャイアンツというところに守られてきたけども、うん、これはもう裸一貫だから、うん、そうですね、守るものは自分しかないから、うん、自分で守るしかない、うん、まあ、あとは奥さんがいたりとかね、するけども、はい、まあ、だから厳しい世界に身を置いた方が、まあ、彼のためかもからね。そうなんですね、はい、あの YouTube でもね、ちょっとコラボしてほしいですね。まあ、そうだね、ゲストでな、はい、もう、うん、あの出ないって言ったらもうぶっ飛ばす。引っ張ってきます。引っ張ってきます。引きずってきちゃう。引きずってきた、ね、ぜひ豊さんとのね、ちょっと現役生活を終えた梶谷選手の率直な今の気持ちとか、まあ、そうだね、うん、期待ですし、でもまあひとまずね18年間お疲れ様でした、うん、まあでもお疲れさんの中で坂本がいたり、うん、はい、長野が見送ってくれたり小林がいたりだとか、うん、もう本当感謝せえよお前って。確かに、あとあの今はもう敵同士になりましたけど、筒香選手もね、うん、DeNA に帰ってきての日本球界で、まあ、そうだね、っていうのもありましたしね、うん、まあ、本当に感謝じゃないからね、うん、はい、お疲れ様でした。はい、お疲れさん。